つもご視聴ありがとうございます。今回は富士見模型様からホンダ VFR800 です。富士見模型様、さすがタンクとかもばっかりセンターで分かれて、つなぎ目センタードーンみたいな。しかもタイヤもブラやし、こんなマスキングいらんからタイヤゴムにせえよ。このキットエンジンもなけりゃナンバープレートもなしや。まあエンジンないのは電飾の配線するにはちょうどいいけどな。タンクとかのつなぎ目消して塗装してから取り付けたいので、ここのとこカット。ええ感じ。マフラーも焼けてるようにこんな感じ。お、ええの余ってるやん。この部分ナンバーにするわ。過去作品の余り物を使って、これもええ感じ。 LED いくで。ヘッドライトから、この LED 配線付きを使います。ドリルで穴開けて配線通して、裏はこんな感じ。意外と明るいがな。で次はパトライト、1台に LED4 個、こんな風に通して、これは順番間違えたらダメよ。パトライト用の基板はこれ、一方通行と往復を選べるやつです。ボリューム調整でスピードも選べます。今回はパトライト用なんで一方通行の方で。オゲ、イメージ通り。次はウインカー用の基板、オゲ。ちょっとナンバーランプ明るすぎたか。はい、ここでブラックボックスチラ見せ。チラ、配線だらけ。はい、この人には悪いけど、誰か知らんこの人を本田さんに改造。はじめの顔はこんな感じ。塗装を一遍シンナーで剥がして、頬と眉間削って鼻持って
OK やね。その他マフラーとかブーツとかパテでなんとかして。本田さんも完成。最後まで見てくれてありがとう。じゃあねー。